100万円を達成されたというあかねさんと一緒に動画を撮っていきます、はい、よろしくお願いします。こんにちは、株式会社ライアート代表塚本真由です、今日はですね、この動画ではまずですね、結婚しても、女性って結婚してもなんか旦那の給料だけでやっていけるわって思ってたらダメ、はい、っていうことで、今回はこの動画ではその、まあ、結婚してもやっぱり女性でも働かないといけないってことはやっぱり自分で在宅ワークとしてでも、まあ、5万10万でも作れるような女性になっていきませんかという、はい、そんな動画を撮っていきますので、はい、最後までご覧ください。ご覧ください、はい、はい、3姉妹、私も3姉妹で生まれたんですけど、はい、うん、次女です。私は姉と妹がいる。一緒です。そうですか。びっくりした。次女なんです、ね、そうです。姉と妹はどんな感じなんですか？こういうビジネスとか、はいはい、なんかやってたりとか。あ、全くやってなくて、うんうん、多分興味もないですね。そうなんですね。多分 そもそも知らないと思う。あ、じゃああかねさんがやってることすら知らない。はい、あ、はい、やってない。そうなんですね。すごい。姉も妹も全然興味ないみたいな感じで、はい、何やってんのお姉ちゃんはみたいな感じで思われてます、ね。で、私、姉がちょうど子供3人いてて、で、旦那がいてて、はい、まあ言ったら5人家族、うん、で、一番下の子が0歳なんですよ。はい、生まれたてですね。そう、生まれたてなんですが、うん、この前やっと1歳になったのかな、はい、けど、やっぱりもう預けちゃって、あ、姉はもう働きに、あ、それこそ保育士さんで全く一緒なんですよね、うん、はいはい、保育士に行って働いてるんで、うん、やっぱ時間とかはかなり、うん、大変なのかなって。朝から子供をね、行って預けたりとか、それこそご飯作ったりとか、全然時間ないと思います。そうですね、だからそれに対してそのなんていうのかな、なんかもしこうやって今見てくださってる方が、まあ、独身の女性なんであれば、ともかく、はい、マジでその子供作るまでに稼げる力を身につけておいてほしいと、はい、思いません？なんかすっごい思います、ねえ、うん、なんか、はい、私も実際保育士として働いてて、うん、なんか子供のためにお母さんも仕事してると思うんですよ、はい、あ、うんうんうん、ね、今後の子育て、教育費とかいるからお仕事されてると思うんですけど、はい、でもそれによって子供と関わる時間がやっぱ短くなってるから、なんか子供を満たされてない子供が最近すごく多くて。そうなんですね。そうなんですよ。だからなんか子供のためにせっかく頑張ってるのに、それが子供のためになってない、外に働きに出てると、うん、っていうのをすごく感じます。なんか寂しがってる子供さんとか多いとか。そうですね、ありますよね、はい、うん、そういうことなんだ、うん、寂しい。じゃあちゃんとその向き合える時間を作るために、まず今何をしないといけないか、で結構まあ私もいろんな方とお話しさせていただくんですけども、はい、お子様いらっしゃる方とかでも今の時間を大切にしたいって言うんですよ。でもちろんその今の時間ってめっちゃ大切だと思うんですけど、はい、例えば幼稚園の子供がいてるお母さんだったら、はい、これからお金ってどれだけかかってきますかっていうことなんです。多分3000万2000万余裕でかかってきますよね、そこから、うん、でも、働くのにもう時間もないしお金もないし、うん、みたいなことを言ってるんであれば、うん、もうまずやっぱり私たちのように、まあ、ビジネスを始めるとか、うん、何かその在宅ワークとして身につけて資格みたいなもんですもんね、うん、これはね、そうですね、うん、一生稼いでいける力っていうのを身につけていただいてるっていう形になってきます、うん、それをね、身につけるだけで人生ガラッと、いや、本当に思いますそう、変わりますよね、はい、で今日、たまたまこの撮ってるのが2018年、はい、平成最後の12月31日ということでですね、はいはい、もうこの1年で、もう2人がどれだけ人生変わったというところですね、はい、あかねさんは、はい、この1年でどんな感じでなんか変わっていたとかありますか？あ、私はなんか今まではその保育士って手取り16万しかなくて、はい、うんうんうん、でその、まあ、一人暮らしもしてるので家賃払ったりとかで、はい、全くお金がなかったんですよ、うんうん、貯金も全くできなくて将来への不安しかなくて、はい、でそういう中でビジネスを始めたんですけど、はい、もう今では
月収100万稼げたりとかもしてるので、はい、なんかお金に縛られることがなかった。あーなるほど。でなんか今まではお金がないからできないっていうことがすごく多かったんですけど、はい、それをできるようになって、なんかすごいなんか人生が充実してるなって思います。充実、うん、そうですよね、はい、なんかお金が全てじゃないんでしょうけど、うん、お金も増えてやっぱその考え方も変わるわけだし、はい、であと環境とかめっちゃ大事ですよね。そうですね。やっぱ一人でやってきたわけではなくって、はい、あかねさんもいろんな仲間がいて経営者の方とかとね、はい、考えを共有していただいたりシェアしてもらったりとかで、はい、いやもう本当にねこれは人生変えようと思うんだったらもうやるしかないと。そうですね。本当に思います。なんかチャレンジするかしないかで本当人生って絶対もう本当に天と地っていう大変ですけど、はい、変わってくると思ってるので、うん、私も人生変わると思ってなかったですし、うん、まあさっきそれこそ言ってた10万台給料って10万台のところから100万とか達成できるわけなんですよね、はい、そうです ね、はい、なので、うん、まあ、それを本当に、まあ、頑張ってみたいなとかってなんか一生に一回100万稼いでみたいな私みたいな人がいらっしゃるんだったら、まあ、ぜひぜひご連絡いただけたらなと思ってます、うん、まあ、この動画を見たよっていうことで、LINE アットですね、この下の URL ありますし、そちらからこの動画を見てこういう気持ちでこういう、まあ、気づきがあったよっていうことであったり、うん、あとはこの動画ですね、私たちいろんな動画で新しい情報を配信させていただいてますので、はい、マイチャンネル登録もしておいてください。はい、ということで今回は、そうですね、主婦になった時に5万でも10万でも稼げるあなたになっておきましょうという動画を撮りました。最後までご覧いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。